申し訳ないです。家の外で今ピーポーピーポー言ってて。あ、こいつさん対バルトエックさんのロー対グラン見ていきましょう。こいつさんとしては再びの、グラン戦。バルトエックさん先ほど激戦を制して上がってきたグラン。さあその弾、そのなんていうんですかね、そのチャージを止めようと弾を打ってもしっかりその派生、前入れの派生で弾を潰しつつ、はい、Y1 ゲージをいい止めていく、かなりその弾持ちに対するその動きができてますよね。ですね、ちゃんと対策というか、動き方がしっかりしてますね。さあ、崩して。さあ、ここは暴れていった。頑張れ。まずは、こいつさんが1ラウンド先取。足払い通って、画面端。早かった。あ、始まってしまった。画面端のコンボ。さあ減りましたね。ゲージ使わずにこのダメージ。さあライティングソード行くも届かず、しかしエーレンからテンペストブレード。切ってきた。スイープサラでうまく抜けて、しかし小池さんもかなりさばきがうまい。さあここをしっかり対策している。さあスピンスラッシュから、さあここをつなぎミスってしまったが、頑張れ、頑張れ、暴れている。ああいうとこ無敵ゲージ使わないとないですからね。ゾイ側は固めいけるかなと思いきやの奥義を出してきた。割り込みどころも小市さんの嗅覚も鋭い。鋭いですね。このゾーイの勝利演出めっちゃ好きなんですよね。すごい可愛いですよね、ゾーイちゃん。確かに。今回行ってる間に2本目。さあ動くところにライジングソードが置いてある。これですね、昨日ライジングソード機能してますよね。そうですね、これがバルトエックスさんの強み。嗅覚が強い、嗅覚が鋭い。恐竜の汗感ありますね。さあかなりチャンスだったんですが、ここはゾーイのターンになる。13だ。再び空中サンダーですが、ここは潰していく。さあ暴れていった。アーマゲドン。これは体力残って、一攻め出し切ったんですが、ここは確定はならず。さあうまくスイープサイド飛び越えて、チャンケで。さあお互い、酒の後続中に空中サンダーが置いてあった。まずは勝ちに王手をかけたのは小石さんのゾーイ。さあうまい。さあこれは読んでた。ここに来てライジングソードガードした。スピンスラッシュエアダウン取って、スリープスライドうまい、差し返していく。さあリーはいなくなりましたが、ここでバルトレックさんのグラにターンが移る。前転から5へ競り勝っている。さあ頑張れ、決まってちょい残り。さあゲージ溜めてる溜めてる。ここでサンダー飛び越えているか、リープは潰して動いたところしっかり止めてる。さあミスにはなりました。さあガンガンいく。おい、ここはガードしてる。さあ冷静にガードして勝ったのは小市さん。素晴らしい。
これで決勝進出と。いや、大人ですね。大人。最後は大人のガード出ましたね。ですね。